今日もパン日和は毎月12日パンの日更新です。チャンネル登録と、もしよかったらグッドボタンもお願いします。日本各地で豊かに広がるパンワールド、今日も素敵なパンのお便りをお届けします。はい、今日は幕張メッセで開催されているモバックショー2023の会場にお邪魔しています。さすがパンの展示会ということで、もう会場に着いた途端にすごくいいパンの香りがしています。早速行ってみましょう。今年の2月28日から3月3日にかけて、千葉県の幕張メッセにて開催された製パン製菓機械の夢の祭典モバックショー2023。全239社肝入りのマシーンが展示され、訪れたお客さんたちも大にぎわい。あ、パンの試食を発見。これも展示会の醍醐味ですよね。この試食を出していたのは株式会社コバードさん。手包み縫製機のマジックハンドという機械で、今日はですね、考案のメロンパンと、それとマヌルパンをやってまして、なんと実力のあるパン職人を招いて実演でパフォーマンス。その中にさらにガラッシュを詰め込んで考案しますから、もうモバックショーならではのエンターテイメント感満載です。あと試食もありますから、よかったらこれ味も見てください。では精鋭の製パンマシーンをいくつかご紹介しましょう。まずは包案機。訪れたのはレオン自動機株式会社さん。あんこやクリームなどのフィリングを生地に包む包案機を開発したという会社です。その最新マシーンにかかると、こんなチョコとカスタード、2種類のクリームがきれいに包まれたパンが出来上がります。こちらがその肝心の包案部分、フレックスインクラスターです。なんともユニークな動きですが、生産するパンに合わせて包み方を変更できるだけでなく、1時間に2000個以上も成形できちゃうんですって。ほら、見事に均一で美しい包案。味わいだけでなく見た目も楽しませてくれるマシーンです。でも大切なのは包む部分だけではないのだとか。まるでこう人の手のように優しくどんどん作られていくっていうのが機械でできるっていうのはすごいなと思ったんですけれども、お客様によが作るパンによっても全然こう硬さとか膨らむスピードとか全然違うので、そういう違いを弊社の機械でいかにこう安定して成形することができるのかっていう成形を常日頃考えてますね。さあ続いてはトッピング。はい、こちら、紅葉機械製作所様のブースにお邪魔しています。こちらの会社はトッピングに関わる充填機に力を入れているんだそう。こちらのホッパーに、ジャムやクリーム、フィリング類を投入してポンプを通して、一定量定量で、クリーム類が注入できたりですとか。実は一定のトッピング量を保つのはなかなか難しい技術で、それが品質をキープすることにもつながっているそうなんです。ここで日野さんにある疑問が。こうくるくるしたりとか、模様とかは設定できるんですか？あ、そうですね、こちらの機械でしたら波ですとかくるくるっていうようなパターン登録は可能になっております。日野さんが注目したのは表面にトッピングする模様。この機械にかかれば20パターン以上のバリエーションが可能なんだとか。なのでお客様がどのようなことをされたいかっていうのを、いかにして機械化するかっていうのが、我々の課題といいますか、なりわいとしております。お次は包装するマシーン。
株式会社富士機械さんが開発しているのは、パンを包むと同時に商品表示ラベルを印字するといったような最先端の包装機械です。これ包装材を無駄にしない工夫なんですよ。さらに今回初出品となったのがサンドイッチの包装です。先ほどちょっと見せていただいたら、昔そこにこう貼るシールがあったような気がするんですが、それがなんかこう熱でくっつけられているというようなことをちょっと伺ったんですけど、はい、確かにこの包装されたサンドイッチ、そこにシールがついてませんね。実はこれがすごいアイデアなんです。後ろに貼るテープ、ああいったものがどうしても30分1時間に1回テープがなくなると止まってたものを、こういった熱で貼ることと、こう折り曲げてたものを切る、シールして切ること、そういったテープで止まる回数を減らそうという。そこのシールを取り外したことでさらなるメリットも。そうすることでパンが乾きにくくなりまして、こう食べる時のパンの、みずみずしさが少しでも長く味わえればと思っております。そうですよね、サンドイッチってしっとりした感じが美味しいですもんね。そうですね、はい、そしてレジにまつわるマシーンも進化しています。株式会社ブレインさんには、日本だけでなく海外へ輸出している AI を駆使したレジが。こちらの機械はなんだかすごい、パン屋さんで私も見かけたことがあるんですけれども。トレーの上にこうしてパンを並べると、ここにあるカメラがどれが何のパンなのか識別してくれるというふうになっています。お願いしますって置くと、ベーカリースキャンと書いてあるところを押しますと、はい、パッと出ます。すごい。で、緑色のところが、はい、その AI が自信を持ってこれだと分かっているもので、はい、黄色は少し自信がないなというところなんですけど、はい、ここも店員の方が直して修正して、よりその AI が賢くなるというふうになっています。なるほど、はい、じゃあさらにこれ機械が学習していくってことですか。そうです。そしてお客さんにもこのように読み取られているパンを画像と名前付きで確認できるんです。一瞬でお会計終わっちゃいますね、これ。そうですね、もうだからレジに並んでいる時間も短縮されます。はい、モバックショーパンだけじゃない。ひときわブルーがおしゃれなブース、こちらはエバリッジエンタープライズさん。実は以前取材させていただいたパンによく合う台湾唐揚げ粉を販売しています。パッケージがすごい可愛いですね。はい、台湾の有名なデザイナーさんにちょっと作っていただいて、この風来陽光っていう名前でやってるんですけども、はい、1860年頃の、台湾でスタートした貿易会社さんっていう架空の会社が実はブランド名になってます。そうなんですね、はい、何かなって思ってたんですけど。ところで普通の唐揚げとは何が違うんでしょう。台湾の香辛料に、五香粉というものがあるんですけども、その特別なスパイスを使って作らせてもらってます。五香粉とは台湾、中国料理などで使用される5つの香辛料を混ぜ合わせたもの。台湾唐揚げ独特のスパイシーな味もこのスパイスのおかげなんだとか。エバリッツさんの唐揚げ粉なら、粉を水に混ぜてお肉にまぶすだけで、こんなに美味しそうな台湾唐揚げを自宅で簡単に作れるそうです。そしてもう一品好評なのが、手作りできる杏仁豆腐です。なんか刺した段階ですごいすごいプルプルしてる。いただきます。早速日野さんパクリ。新食感、もちもちですね。作り方はとっても簡単。水粉と牛乳を炒めにして火にかけます。この時強火で素早く混ぜるのがとても重要です。とろみがついてきたらバットに移し、
冷やして完成。思った以上に杏仁豆腐皆さんちょっと喜んで食べていただいていて、特にあの食感があの日本にない食感なのでもちもちした食感で、はい、あの非常にこちらは評価を得てます。台湾唐揚げ粉と杏仁豆腐ミックス粉は今年の春ごろ発売予定。お店に並ぶ日が待ちきれませんね。はい、今日は1日モバークショーの見学にお邪魔したんですけれども、本当にそれぞれの企業さんがいろいろな面で努力とか工夫をされているのに本当に感激しました。で、皆さんのそのこうたゆまぬ努力のおかげで私たちパン好きがよりおいしいパンが食べれてるんだなっていう、ちょっとその普段見られない舞台の裏側っていうのを覗くことができてとっても楽しかったです。さまざまな製パン機械が集結した祭典モバックショー、次回は大阪を舞台に2025年に開催されますよ。モバックショー2023では世界最高峰のパン職人たちによるコンクールも開催されました。その名もベストオブモンディアル。2007年から2年に一度行われているモンディアル・デュパンの上位チームが集結する世界大会です。そんな製パン技術の粋が集結する大会が日本初上陸。今回パン日和が取材したのは第4大会。競い合う6カ国はそれぞれバケットやサンドイッチから健康を考慮した栄養パン、華やかな飾りパンなどを制限時間内に9種類以上作るんですって。でも職人さんたち楽しそう。もちろん日本チームも選ばれています。こちらが日本チームの作品。気になるものが、これ手巻き寿司じゃないですか。よく見たらお米の部分がしっかりパンでできてます。斬新ですね。Le gagnant du quatrième Best of Manga du Pain, c'est la France! こちらがフランスチームの作品。もう美味しそうを通り越して芸術的すぎて食べるのがもったいないと思いませんか。日本チームは惜しくも2位でした。大健闘ですね。世界各国をパンでつなぐモンディアル・デュパン、今後どんな斬新なパンが生まれるのかシェフたちに期待が膨らみますね。以上、パンダフルニュースでした。
ヨーロッパ食堂にして、三軒茶屋でもう20年近くやってるんだけど、でそこであの、まあ、パン屋をやろうという話になりまして、で近くにっていうことですね。でもう一人あの石井っていうんですけど、で石井がそのヨーロッパ食堂で50年ぐらい働いてて、で自分あの友達でずっとこうじゃあ一人パン屋やれっていうことでオーナーがやってみました。もともと姉妹店がレストランということもあって、でまあそれだったらやっぱりレストランにあの具材をちょっと作ってもらったりっていうのをちょっとメインにやるかなっていうコンセプトもあって、なるべく手作りっていうことでした。レストランのシェフと一緒に考えたりとかしてますね。具材だけ食べてもあの本格的っていう、タルティーヌなんかは具材がメインで、まあ、それを支えるマーケット、下がマーケットなんですけど、まあ、そういうのに関してはもう上を食べてもらうという感じで作ってますね。まあ、サンドイッチなんかはあの、まあ、両方楽しんでもらうのを目指して。これ人変わってダメですか？パンの具材の方を担当してる石井です。石井さんってあの石井さんですか？それさっき。ああ。一緒に行った。すいません。クロックムッシュの方が、通常のベシャメルの方にハムを、回したものと、エシャレットを回したものに、洋酒を、3種類、こちらを、隠し味で、ベシャメルに入れて、焼いたものになります。ホタテの方はパスタをもともと出たホタテと生海苔のパスタがあって、そこからヒントを得て作ったりとか、でパスタをちょっとイメージしてタルティーヌとか作ったりします。はい、アコエコバーガーは米粉なんで、じゃ あ, あのご飯をイメージしてご飯に合う具材を、はい、きんぴらと、しぐれに、はい。まあ、もともと自分は、調理をやってて、で学生時代の時一緒だったんで、はい、でずっともうパンもやってて、やっぱり、すごい自分もパンが食べるのが好きなんで、やっぱり板の、パンが好きですね。はい。毎回食べても美味しいと思うんで、はい。